いらっしゃいませ、みずほのペッパーです。みずほ銀行では2015年7月から一部の店舗でペッパーを配置、コンシェルジュとして活躍している。大きく3つあります。1つはやはり集客効果といったところで、今まで銀行を身近に感じていなかったお客様にできる限り来店していただいて、ペッパーを通して銀行を身近に感じていただくと。で、2点目が体感待ち時間削減といったところで、待たせてしまっているお客様に対してペッパーが面白いコンテンツサービスというのを提供して心地よい時間を過ごしていただくと。で、3点目というのはペッパーを通して金融商品に興味を持っていただいて、窓口の方により詳しい話を聞いていただくといったところが狙いになります。大きく分けて1対 N のコンテンツと1対1のコンテンツというのがあります。1対 N というのはペッパーがラジオのパーソナリティみたいなものになってですね、情報を提供していくと。で、1対1についてはお客様にいくつかの質問に答えていただくことによって最適な商品というのは何だろうといったところを提示してあげると。他には受付番号を入力していただくことによっておみくじが引けるといったところを考えています。あとお子様にはスナイパーカメラマンというゲームと音並べというゲームを用意しています。今後ペッパーを活用していくことによって、今まで人間では提供できなかった新たな顧客体験、例えば外国の方が来られても外国語対応していくといったところですとか、人工知能と連携をさせて銀行信託証券どんな質問にも答えられるものですとか、お客様の好みですとか踏まえた上で最適な商品というのをワントゥーワンで紹介していくといったところまでできるんじゃないかなというふうに思っています。